皆さん、レノファでワクワクしてますか？勝手にレノファを語るラジオ、DJ ツインテです。今回は第6節、水戸ホーリーホック対レノファ山口について語っていきます。今回のですね、対戦相手の水戸は昨年の最終ゲームで対戦をいたしました。残念ながらですね、昨年は事情でお邪魔ができなかったので、今年はね、なんとか乗り込みたいなと思っていたんですけども、今年の日程ではですね、さすがに無理ですね。はい、個人的にはですね、水戸に引っ掛けて大洗にね、ちょっと遊びに行きたかったなと思っていただけに非常に残念です。でまたですね、今回参戦をしていない阿部戦ということですので、スタジアムの情報ですとかスタグルなんかのね、お話も残念ながらできないということになりますので、でゲームのねお話のみになってしまいます。はい、で私もですね、やっとダゾーンの方ですね、契約をしましたので、ゲームをしっかり見てですね、そのゲームについて語っていきたいと思っています。では今節のスタメンです。ゴールキーパー山田、ディフェンダー渡辺、福本、前、星、ミッドフィルダー佐藤、高柳、小塚、フォワード、岸田、米沢、和田で、控えがですね、ゴールキーパー吉光、ディフェンダーパク、香川、ミッドフィルダー小野瀬、池上、加藤、清永、以上のメンバーで今節は対戦をしていきます。はい、それではゲームの方ですね、振り返ってみたいと思いますけど、7分ですね、岸田左サイドですね、こう上がっていったんですけども、チャンスね、いいチャンスだったんですけども、ちょっと判断がね遅くてボールをね奪われてしまいましたんで、まあ、前線にね味方がちょっとね少なかったので、なかなかパスがね出せなかったのかね、どっちかなとね、いう感じがしました。その後のですね、8分のフリーキックもねありました。でその後18分ですね、岸のねロングもありましたけどもね、これもなかなかうまいことね合いませんでした。この後ですね、ちょっと納得いかなかったのが、前選手がですねファウル取られるんですけども、ダゾーンのですね中継の映像を見てる限りでは全く選手と接触をしたようには見えなかったんですけども、どうなんですかね、あまり強く抗議もしてなかったので、ちょうどねカメラの切り替えのタイミングで何かね接触があったのかなというふうな感じがしましたけども、実際のところどうなんですかね、よくわかんないんですけどね。はい、で35分ですね、前にねロングあったんですけども、ちょっとねつながりませんでした。これねつながると非常に面白かったんじゃねないかというふうに思ってます。はい、あとは42分ですね、和田のシュートありましたけども、ちょっとね枠にいってなかったですね。はい、ということでですね、前半は0対0、ね、で、終わります。そしてですね、後半4分、ペナルティエリア内までですね、持っていってシュートがないと、ね、いうことで、まあ、いつものレノファらしい感じのね、ゲームになりました。その直後6分、ね、これも同じような感じで、ペナルティエリア内までですね、持っていけたんですけども、ここもね、ちょっとシュートにはならないと、いうことになります。はい、続けて7分ですね、岸田へのクロスもね、ありまして、落としてこうどうかなと思ってたんですけどもね、惜しくもちょっとこれもゴールにねならないというような形になりました。はい、この辺からはですね、割ともうレノファもどんどん前がかりにね、なってきまして、10分ですね、ペナルティエリア内まで持ち込んでいって、コーナーキック得るんですけど、これもね残念ながらちょっと得点にはね、なりませんでした。はい、あとは15分ですね、コンビネーションがですねちょっとね合わなかったのがものすごくね残念でした。これ最後のワンタッチがねこう上手にパスつながってるとすごいね得点チャンスになったんじゃないかなということで、すごいね、もったいなかったなと思います。はい、で25分ですね、岸田と高柳の代わりにね加藤と小野瀬が入るということで、
高柳はですね、ちょうどその少し前に太ももの裏側ですね、相手選手からですね、膝を入れられて、ちょっと打撲系でですね、なんとなくちゃんとね、走れてないようなね、感じもありましたので、まあ、肉離れとかのね、故障での交代ではね、ないと思いますし、怪我もね、多分大丈夫じゃないかなと思います。怪我をね、してないことも、ちょっとね、祈りたいなと思いますけども。はい、そんな感じでですね、大気が入るとですね、なんとなく前線をここをね、引っかき回してくれそうな気がするので、非常にね、楽しみなんですけども、その後続けてですね、27分ですね、和田が出まして、代わりにね、清永が入ってくると、いうことになります。はい、とですね、30分ですね、加藤がこう走り込んでいってね、ペナルティーエリア左サイドを持ち込んでいって、杭をね、かわすの良かったですね。この後がですね、ちょっと、つながりませんでしたけども、コーナーキックですね、得ましたので。で、このコーナーキックもですね、続けて逆サイド側からのですね、連続でコーナーキックと、いうことになりましたけども、まあ相変わらずレノファのね、コーナーキック入らないですね。ね、前もちょっと言いましたけども、いつ入れたんですかね、前回ね。全く覚えてないですけども、はい。その後32分ですね、加藤にロングフィードが出まして、加藤がですね、ペナルティーエリア内にね、走り込んでいた小野瀬パスということで、で、小野瀬がですね、ディフェンダーに倒されて、PK を獲得ということで、どうなんですかね、このプレー。PK じゃないっていう意見もありますし、PK だっていう意見もありますけども、実況のですね、カメラで見た感じだと、まあちょっと腕をかけてね、小野瀬をちょっと引き倒したっていう風な感じに見られたのかもしれないんですけども、非常にね、微妙な判断がね、難しいプレーだったんじゃないかなと思います。多分、レフェリーによっても、PK 取ったり取らなかったりと、ね、いうようなところだったんじゃないかと思います。これをですね、小野瀬が左サイドにね、決めまして、1対1で同点と。いうことで、あとはね、まあお互いにね、攻め倒すという風な感じだったんですけども、後半40分ですかね、山田選手のファインセーブでね、フリーキックからのね、得点をなんとか防ぐということで、でその流れでですね、コーナーキックになりましたけども、こちらの方もなんとかね、防ぎきるというような形になりました。はい、で最後の方ですね、42分、小塚から小野瀬にね、シュートをね、打ちますけども、相手のね、ディフェンダーに弾かれるということで、跳ね返ったところにね、もう一発、なんですかね、シュートだったんでしょうけど、ちょっとね、ミートしなかったので、コロコロっとね、ボールが転がってしまったという感じになりました。あとはですね、もう後半ね、終わる直前89分ですか、ゴール前ですね、このごちゃごちゃしてるところをですね、これね、どうにかこうにかこう押し込めるとよかったんですけども、残念ながらですね、ゴールにはならなかったと、いうことです。はい、で T はですね、4分だったんですかね、アディショナルタイム3分ですね、小野瀬のね、シュートがありましたけども、残念ながらね、枠にね、行かずに、いうことでゲームが終わると、いうことになりました。はい、まあちょっと入りがね、あまりにもね、悪すぎてですね、で実況の方もね、盛んに言われてましたけども、まあ星くんとかね、まあ前選手もそうなんですけど、サイドバックのね、上がりっていうのがなかなかね、今節は、見れないということで、まあ上がらせてね、くれるようなプレーを水戸がね、させてくれなかったっていうのが大きかったんでしょうけど、まあ前からのね、プレッシャーきつかったですよね。前田選手ね、相手の1点決められましたけど、まあ頻繁にね、もうゴールキーパーのところまでね、ボールをかけたりというようなことでね、前からっていうね、プレッシャーをかけられてたので、なんかね、2年前の J3 の時のレノファをね、見るような、感じでしたけども、なかなかね、やっぱり選手のね、入れ替わりが多かったので、去年のようなね、なかなかうまいようなっていうか、レノファがやりたいサッカーがね、できてないというのがちょっとまあ残念なところですよね。はい、ということで、でもね、負けずにね、ちゃんと点も、まあ、PK でしたけども1点取りましたし、アウェーでね、引き分けっていうのは、まあそんなに悪いね、結果ではないので、次節にね、期待したいと思いますけども、次節ですね、好調徳島ですね、
安さんがね移籍した先ということですけども、まあ4月ねちょっとなかなか厳しい戦いが続きそうな気がするので、個人的には勝ち点3ね全然取れない可能性もねあるとはちょっと思ってますので、まあそうならないようにですね維新にね足運んでゴール裏からですね選手の後押しをねまあ頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね6節のですね水戸対ベルファ山口のねお話は以上にしたいと思います。それでは皆さんね、また来週お会いしましょう。さようなら。Thank you.